マコナコです。第14話やっていきましょう。シナリオツリーを見るとこの段階で C ルートに来てしまいました。この13話でボーゼル倒せば多分 A ルートのままだと思うんだけれども、いやまさかここで別れようとは思いもしなかったので、でこのシナリオでも何か一つ分岐がありそうです。では早速あらすじ見ていきましょう。レイガルド帝国の皇帝であったメルンハルトは倒された。だが彼を陰で操っていた闇の王子ボーゼルに逃げられてしまう。そのボーゼルは数百年の昔よりたびたび混沌の神カオスを呼び出し、この世を闇に閉ざそうと目論んでいたのである。ベルゼリアへ逃げたボーゼルを急いで追いかけるため港へ向かうエルウィンたち。だが港ではモンスターが船を占拠していた。このまま船を奪われればかなりの遅れを覚悟しなければならないということだそうです。早速行きましょう。これはパッと見キラキラは下の方一つ見えた。もう一個はどこだろうな、船の上かな。だがパッと見たところは見つかんないんだよね。あ、いやこれなんか今回すごい楽な場所にあるな。ここ目の前っていうね。本当にこれで合ってるのか。で敵に関してはヴァンパイアとかその辺りなので、なんとか魔族なんで問題なく勝てるでしょう。どこだろうな、リアナ。あ、そっかそっか、リアナいないんだ。リアナの魔法で楽に勝てるかなとか考えてたけど、そういうわけではない。ここ入れ替えてこれぐらいで、じゃあ傭兵雇っておきます。ではこのような編成で進めていきましょう。みんなどうしているかしら。エルヴィン、モンスターだ。うわー、くそ、どうしてモンスターがカルザス城に。これ以上奥へ進ませるな。お前がリアナか。どこへ行くつもりだ。我々から逃げられると思っているのか。あまり手をかけさせるな。我々も暇ではないのでな。いや、離して、助けてエルヴィン。さあボーゼル様がお待ちかねだ。これでよし、私は先に戻っている。よし、作戦は成功だ。あとは港へ行って連中を足止めするだけだ。急ぐぞ。出航の準備はまだ終わらないのか。はい、物資の積み込みが遅れているようです。とにかく急がせろ。はい。ふう、やっと着いた。ここで船が見つかるといいね。あ、レイ、あれを見て。大変です、光の末裔どもが現れました。何？作業を急がせろ。はい。魔族たちの船みたいだね。ちょうどいいや、あれを奪っちゃおうよ。そうだな、よしみんな出航する前に船を手に入れるぞ。うん、ヴァンパイアロードを倒せばよい。結構ひどいね、なんかこと言ってるね。勝手に船を奪おうとか言うね。でこっちのキラキラも結構即座に取れそうな気配なので行ってしまいましょう。ヘインの魔法はフレイムジャベリンじゃなかった、バーン態度が強いんでね。だけどここだと範囲が結構離れてるのであまり使えない。この段階でここら辺で待機しておきましょうか。こっち側は目の前、まずアイテム取ってからお金か。すぐそばに敵はいないのでこれも真ん中詰めてしまって、うん、大抵はもう真ん中進めれば問題ないでしょう。あとは敵がどういう魔法を使ってくるかだけ確認しておきましょう。このさっ
キュバスはライトニングボルト、これ水兵危ないので気をつけないと。ロックグレイブ、これは飛兵は問題なしという話。あとタッコじゃなくてイカか。イカは魔法使わない。でヴァンパイアロード、これメテオはまだレベルが達してないので使えない。でロックグレイブなのでこれも飛兵向ければなんとかなるでしょう。では進めていきます。エスト様とオスト様はまだお戻りにならないのですか？うむ、エスト様オスト様はボーゼル様の命令でアルハザード解放のためのもう一つの触媒を探索中だ。そうでございましたか。者ども、エスト様とオスト様がお戻りになるまでに我らの力だけで光の末裔どもを始末するぞ。はっ。というわけで多分やってくるのかな。そしてリアナもセットでやってくるから、それで助けるとかで、助かんないと別ルート行くとか、その可能性はありそうなんだよね。でなぜか敵はバリスタ。そっかそっか、サッキバスになんか魅了されて操られたとかそんな感じなのかな。なので人間の部隊が敵の方にいる。これ魔物に強いと思ってクルセイダー持ってきたけどそこまで強くはない。一方そもそも強い陛下持ってくれば問題なく勝てそう。あいつらアルハザードを解放するための触媒を探してるみたいだね。そういえばジェシカ先生が言ってたんだっけ、アルハザードを復活させるにはダークロッドと触媒が必要なんだって。ということはまだアルハザードは解放されておらんようじゃの。そういうことだな。だがあの口ぶりからすると触媒を探し出すのも時間の問題なのかもしれない。とにかく急いでベルゼリアへ向かった方が良さそうだ。だったら人暴れさせてもらうぜ。あの船を手に入れられねえとベルゼリアまで時間がかかりすぎるからな。さてどうするか。これ即座に魔法使うとリーダー倒してしまう可能性あるんだよね。でもいいか、もうここは経験値稼ぎは無視して。灼熱の炎で全てを飲み、いや全部倒したぞ。ならばさらに前行きたいけれども届かない、この辺りで待機。一方こっち側が結構厳しいんでね、魔法バーンタイドは3部隊ぐらいか。もう少し寄せたい、少し下げましょう。こんな感じでこっち側よしとして、あとは下の方は全く敵来る気配なし。アイテム取ってからさらに前へ行きます。さてこの辺り戦っているけれども優勢ではないんでね、この後どうなるか。ここ魔法使ってくるの忘れてた。一直線とその周囲のマスは行かないようにしないと。ここら辺攻められてるけれどもなんとか耐えてるんでね。あとタコだかイカだかわからんけどやってきている。ここら辺もなんとか耐えてはいる。次バーンタイドキースがやればね一気に倒せると思うんで、上から行きましょうか。ならばバーンタイド、灼熱の炎で全てを飲み込め。そこまで倒せはしなかったけれどもどうするかだな。ここの部隊を誰で倒すか。キースも魔法で稼げると思うので、レスターだよね、全然育ってないので。ここ行ってしまうとサッキバスからの魔法で水兵がかなりダメージを受ける魔法を使ってやられる可能性があるんで、レスターが前出せない。でもこの角度ならばいけるはず。さてこの後どうするか。範囲が結構狭いから全然だな。もう倒すか。
いや、なんか倒すのもったいないような気がする。もうちょっと耐えましょう。上はで、こっち側はまず先にアイテムを取っておく。アイスブレード結構強い武器。ここにサッキバスがいる。ここら辺のバリスタを、あとはバンタイドは一人しか引っかからない。ライトニングボルト、これだと3。知らないことだらけだよ。あっさり倒すね。でサッキュバス一気に行きたいけれども、これだと全部は倒しきれない。自ら少しずれておくかな。ここならば多分魔法食らわないはず。少なくともライトニングボルトはね。そして疲弊はそこまでフリーではないので、次のターンあたりで突っ込ませましょう。うまそうな人間たちね。エスト様、オスト様。少し遅くなってしまった。だが触媒は手に入れた。エグベルトがボーゼル様に届けているはずだ。それで出航の準備はできたのか。申し訳ありません、まだ終わっておりません。急げ。は、光の末裔たちだな。お前たちにはここで死んでもらう。ボーゼル様の邪魔はさせぬ。なんか強そうなモンスターが出てきたよ。あれは寄生生物です。知能も人間並みにあるので気をつけてください。でも兵法の基本さえ忘れなければなんとかなるでしょう。ここでエスとオスとヴァンパイアロード全て撃破となってます。こっち側も来るけれども、これがタコかな。ならばこっち側イカか。さてこの辺り突っ込んでいくけれども、さっきバスは倒しきれない。ここミノタウロスを倒してしまった。まだまだ先がありそうじゃな。じゃあ上からもそのまま進んでいきましょう。出航の準備はどうなっている。まだです。もうしばらくお待ちください。急ぐのだ。これはターン数制限なかったっけかな。なんか昔急いで船の方向かったような記憶があるんだよね。これリザード大ダメージ食らうと思ったけど、そこまででもないな。サンダー系は水兵に対して、まあそっか水兵じゃないもんね。怪物水扱いになると思うんで、多分そのあたりの違いによって今ダメージ受けてないのかもしれない。ただの魔物と思うなよ。ドラゴンとフェニックス。ここら辺なんとか耐えられそう。ボーゼル様のために。上の方はどうなんだろうな。回復できる人がいたかな。いればなんとでもなるんだけど。そして下の方、やはりリアナがいないだけで殲滅力が劣るから戦いにくいね。もうここは敵のボス倒しましょう。倒しきれない。あと少し。まずこれ倒して、他の弱いのどうするかなんでね。無理に倒さなくてもいいような気もするけど、ここ2体シェリーで倒したら
上は終わらせましょう。どっちで行くか、スコットの方を活躍させるか。いや、倒しきれない。ここをつついて、これも倒しきれんな。となるとアタック使うために止まりましょうか。かの者の剣となれ。そしてこれをまた抜ける。これでも倒せないけれども、まあ次倒しましょう。この辺りまだ学ぶべきことは多いですね。続いて下に関しては、これ魔法バーンタイド2回使えるんで、この辺りで対応できそうなんでね。で、自分に対してヒール。続いて上、サッキュバス倒すのこれ厄介だな。ここら辺突っ込んで、これもこの辺りまで突っ込んで大丈夫。レスターなんでね、問題となるのはアタックあたりが届く範囲まで寄せておきましょう。こんな感じで進めます。で、下の方攻撃やってるので、下手するとリーダー倒す恐れもある。こんな感じの敵。あと6ポイント倒せずといったところ。上は上でキースが頑張れるか。キースも魔法使って一気にねダメージ与えられるんで、その後詰められればいいんだけど。だがこの場所だとヴァンパイアじゃなかったサッキバスには魔法は当たらないな。さて上の方の敵、ここは空飛んでれば大丈夫。アーロンだけが食らってる。バリスタも結構強いね。倒された。ここら辺のドラゴンは海の中に入れてしまえば案外なんとかなるかもしれない。レスターをね、癒しの力よ。魔法で回復、結構回復したぞ。あとはもう一体の敵が前出てくるか。ああ、来なかったか。出てくれば魔法で倒しきったんだけど。じゃあ下はシェリーに任せましょう。多分ターン制限ないのかな、これ。あるんであれば急いで前行きたいんだけど。バーンタイド、このところの敵はあと2体ほどなんだけれども、もう倒せそうにないので敵のリーダー倒します。また剣の腕が上がったわ。これで MP 回復。さて続いてこっち側は、ああ魔法使えないか。そもそも一旦経験稼がないとダメなんだけど、あと80ポイントぐらい稼げばもう1回使える。まだまだ上を目指します。ここでどっちを向けるかだよね。ここ3、4、5、上は2、4、6、7、上かな。そしてここでレスターの舞台である程度がっつりと倒してもらいたいんだけれども、がっつりいくほど余裕ない。そしてこれ前まで詰めていいかどうか、あーどうするかな。
できれば水の中にとっとと入れようかなとか考えたんだけど、どうあがいても手前を倒さないと前に進めそうにない。ジェシカ様、見えていてくだせ。バカな。多分これでクラスチェンジができるようになるはず。さてさらに前へと。だがここまで来ると今度は後ろのサッキバスの魔法引っかかりそう。 MP は回復するかとなるととっとと倒すか。だが倒しきれん。回り込めてればよかったけど。この方向倒してさらにここを抜けられれば倒せない。このグリフォンを止まったけど届かないか。ダメだったか。あとは海に入れたいんだけど入らないね。というわけでこのターン、あ、いやまだこっち側がある。どうするか。とっとと中入るか上行くか。上行こう。これで敵がどっちに魔法を使ってくるか。スコットは中に入れる。でもう一回魔法確認すると、確か地面系の魔法なので騎兵だったらば問題ない。後で連れてきましょうか。さて敵魔法を使ってきた。なんとか耐えてはいる。さあこの海を赤く染めてあげる。これアーロンが倒されなければいいんだけれども、なんとか周りが防いでくれている。で魔法こっちがやってきたので、ほとんどダメージ食らわず。あ、これ魔法使ってくるのか。ちょっと待ってくれよ。レスターが危ないけれどもなんとかなってる。そこまで大ダメージ食らうようなこともなかった。で下は一向に前に来る気配がないから、こっちを相手すべきかどうか。一旦シェリーをね、魔法の範囲内に入れてしまえば即座に終わるんだろうけど、ならば入れましょうか。アーロンはヒール使わないと自らで。ここだから 1,2,3,4,5 この辺りまでで、あとはお任せ。こっちは誰でも倒せるんだけれども、アーロンレベル22、キース23、レスター19だが向かわせるわけにはいかない。これちょっとのけといて、こっち側まず倒し、 MP まだ回復してないんだよねこれね。でここら辺まで持ってきて、あとは飛行系で当てておく。続いて上か。ある程度でもダメージ与えておいて、でさっき言ったようにここはヒール使っておく。移動でもよかったけどね。で一方エルウィンは中に入る。いらっしゃい。あとはこっちか。のんびりと前へ進んでいきましょう。どうするかな。 1,2,3,4 ここら辺までは安全だと思うので、魔法のね範囲外だと思うんで、こんな感じで進めましょう。さて前の方進んでいく過程で敵倒してますけど、一方下の方も
リーダーに向かっていってしまった。うん、この辺り圧倒的だな。もうちょっと弱いかと思ったけど、味方の方が。で、ここの魔法がどうなるか。うん、問題ないね。じゃあ、あとは突っ込ませて終わらせましょうと思ったけど、ちょっと待ってくれよ。あんまり舐めたこと言ってらんない。今魔法下の方やってきてたらちょっと厳しかったかもしれない。ここら辺もとっととさっきバス倒さないと。あ、忘れてた。そうだったそうだった、魔法あったね。やはりアーロンが危ない。南の方はもう魔法使うとリーダーそのものも倒してしまいそうだけど、終わらせましょう。南に関してはさて、ここからどうすればいいか。まずはバーンタイド。灼熱の炎で全てを飲み込め。人間ごときに。これでリーダー倒して、こっちでね、魔法で倒すか、それともバーンタイドだと2部隊だけか。うわー、どうかな。上も合わせて3部隊で、これ魔法でヒールないんだよね。となると自らでヒールをやりたかったけど、まあこれ使ってなんとか回復済ませて、一方この方向、ここら辺小さいの倒したいんだけど、とっとと行くかな。どかしてからの1体だけ倒しましょう。次はこれ、できればレスターで倒しきりたいけれども倒せそうにない。となるとここら辺も当てて少しでも減らしましょう。これでいけるかどうか。13残る。アタックでパワー上げてから倒せるかどうか。うん、倒しきった。多分レベル上がってまた HP も回復。まだまだ強くなるぜ。やるな、赤毛の人間よ、覚えておくぞ。うん、あとはこの方向、マスがほとんど届かないんでね、一気に行っても大丈夫かな。これだったらでもう一つ舞台抜けて、力がみなぎってくる。そんなバカな。レベル上がってくれたんで HP 回復も十分果たされた。こんなところで、あとはここどんどん抜けていきましょう。とはいえここまでか。もうちょっと奥に行きたかったけど、スコットもなんだかんだで HP 減ってるから、これだと1ポイントも減らない。といったところでこのターンは終了。結局ここの分岐条件何なんだろうな。そこら辺分かんなかったよね。ターン制限というのも特段途中で何かそうした案内もなかったしで。まだ終わらないのか。うん、もうすでにいなくなってる敵だけどね。まだ終わらないのかとか言われてる。あれを言わせる前に終わらせるとか
もしくはあの2人が来る前に倒しきるとか、そのあたりの可能性はあるんだけどね。実際どうなのかはわからない。ではこのターンでなんとか終わらせましょう。バーンタイド、全部倒して最後は全部削りきれないならば、スコット最初に、ここまで削ればあとはエルヴィンで倒せるでしょう。ほとんどダメージ食らってないですね、こっち側。お前たちの力を見くびっていたようだな。まさかこの私が人間どもに倒されようとは。これで無事クリア。さて分岐の条件どうだったのか、後で興味あるところ見てみましょう。終わったみたいだね。これで船が手に入ったぞ。よし、急いでベルゼリアへ向かおう。そうね、このモンスターだけでもこれほど強いんだから、アルハザードが復活したらどうなっちゃうかしら。さあ急ごう、ベルゼリアへ。今回はなんか手早く最後が終わって、やったー、オイラが一番だ。まずはクラスチェンジはあと4ポイント、次レベル上がればといったところ。他も特段かな。ここだけはレスターがサーペンロード、ファランクスとニクシー使える、プロテクション2なども使用可能。どんなやつが相手でも負ける。こんなところかな。で忘れる前にスキルだけ確認しておきましょう。アトミラール、指揮範囲広がって、水兵特攻とか怪物水特攻とかあるけれども、自らが強くなるわけじゃないのでこのままにしておきましょう。あとでアイテムとかは装備済ませます。で購入、スピードブーツの上位バージョンがあればと思うんだけどなさそう。他の装備も改めて確認しておきます。さて分岐がどうだったか。指定ターンでクリアになってるな。やっぱり手早くクリアすれば下のルートになったのか、それともそうじゃないのか。いや、指定ターンでクリアしたから上になってるのか、もっとゆっくりやってれば下になっていたかもしれないということか。多分 D ルートね、というような感じで、多分ここで、まあ王道というのかどうか分かんないけどね、またまともなルートの方でやっていきたいと思います。追撃イメルダ、また次回以降ご覧いただけたら幸いです。ではでは。